にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。2023年初の旅行ですね。もう結構期間が空いてしまって久しぶりの旅行となるんですけれども、地域割の兼ね合いでですね、まあ、静岡県も行きたかったんですけども、千葉県のクーポンがまだ出てまして、千葉県を選びました。向かう先、向かう宿泊先はですね、潮騒観光ホテルという、なんとね、黒湯、千葉県って結構黒湯の宿が多くて、一度も入ったことがないので、そちらの宿を選びました。そして今、千葉県の利根川沿いを走ってるんですけども、このまんまね、あと80キロぐらいあるんですけど、おそらくね、ずっと利根川沿いを走るので景色は変わらないかなと思いますけれども、いつものようにチェックイン前に観光行ってから、宿に向かいたいと思います。それではドライブ楽しみます。駐車場到着しました。車の台数すごいな。いやー、先ほどですね、銚子駅を車で通ってきたんですけど、もうね、街並みの作り、街の作りが観光地っすね。すごくいい雰囲気でした。そして見えますか、海ですよ、海。いやー、では灯台の方へ向かいますか。灯台もう見えてますね。そしてこの建物は何だろう、昔は泊まれたのかな、民宿かな。あー、いいや、廃墟だわ完全に。こんなおしゃれな施設が建てられたんですね。すげえ、2階がテラスになってます。そしてこうやって席がハンモックになってる。寝転がりながら景色を見ると、やべえ、めちゃめちゃおしゃれで驚いてますよ。なるほど、ここの通りか。昔はあれですよね、建物が立ち並んでたはず、おそらくね。で、取り壊されてこの犬吠テラス、テラスができたのかな。まだ名残があるもんね、古い建物の。犬吠埼灯台も見たいんですけど、ここに確か東映の映画で最初のシーンあるじゃないですか、ザバーンって。あのシーンに使われている岩があるんですよね。それを見たいんだけど、どこにあるか分かんないな。今下から見ることできないらしいんですよ、上からしか見れないみたいな情報は見たんですけどね。探してみます。見つけたー、あれですね、あれ。アップにします。これですね、違う角度からも見えるのかな。ここが一番近くから見える場所かな。前は下に行けたっていうのはすごいわ。結構危ないよこの場所。
この岩ですね。せっかくなのでこのまま先ほど、岩を見た遊歩道を歩いてみます。灯台はちょうどそこにあるんですけど、まあおそらく登らないかな。いいよ、景色いいよ、風も止んで気持ちいいですよ。地球が丸く見える水族館、これももう営業してないですね。犬坊崎灯台出ました。本当に行ってよかったですね。おすすめです。ぜひ銚子に来た際は犬坊崎灯台見てください。おしゃれだし結構見るとこありますよ。この後はですね、屏風ヶ浦に行ってみます。屏風ヶ浦で検索して行っちゃうとね、とんでもないとこに行くらしくて、違うところを検索してそこに向かってます。漁港だ、たまらねー、いい道来ちゃったな。これ歩きたいわ、この道。おー、到着しました。銚子マリーナ海水浴場と検索すると、ここにたどり着けますね。結構ね、圧巻の景色ですね。ここは知らなかったんで嬉しいですね。ほら、なんか浜辺におしゃれな椅子が並べてありますけど、奥に見えるのが屏風ヶ浦ですね。で、遊歩道が右手にありますんで、そちら歩いてみます。風が強くて私の声が聞こえてるかわからないですけど、遊歩道、通り抜け禁止って書かれてて行けないみたいなんですよね。もうそこなんですけど、ただこの砂浜からある程度近くまでは行けるんで、ギリギリまでは行ってみます。地層見えますか？地層、もうここがギリギリっすね。まあ何かの理由で立ち入り禁止みたいなんですけど、これは行きたかったな、この遊歩道奥まで。ここが普段は歩けるのかな、天気が良ければ歩けるんですかね。ちゃんと調べてくるべきだった。すごいよ、これが奥までぐわーっと。続いてます。あれ、立ち入り禁止ってこっちか、こっちのこの海に続いてる方か。普通にいいのか、こっち行って。屏風ヶ浦の新色、迫力よ。この場所、この屏風ヶ浦だけではなくてですね、普通にすごくいい場所なんですよね。気持ちいい、天気が良かったらもっと気持ちよかったんだろうなというふうに思いますね。というわけで、犬吠埼灯台と屏風ヶ浦の2カ所
来てみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もうだいぶ動画が長くなってると思いますので、この辺で一旦動画を締めさせていただいて、後編はですね、宿編ですね、そちらを概要欄 URL からご覧いただけたら嬉しいです。銚子ね、ほんと良かったです。まず銚子に来たら銚子駅と、犬吠埼灯台と屏風ヶ浦に絶対に来るべきですね。全部近いんで、もうそこを行くだけでだいぶ満足しますよ。では、後編の動画でお会いしましょう。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。バイバーイ。到着しました、飯岡潮騒ホテルさん。海沿いの宿という感じがします。真っ黒なんです、分かりますか。本当にコーヒーっすね、コーヒーどす黒い。